出発しようとする君たちのもとへゴルドーが見送りにやってきた。何やら話があるようだ。ゴルドー曰く、ドラゴンが飛んでいった西の方角には薬の総本山と呼ばれる島があるらしい。その島では薬の研究が盛んに行われていると噂されており、ゴルドーは栄養学にもその知識を生かせるはずだと考えているようだ。ブルーノはゴルドーの思惑を汲み取ると、皆まで言うなとうなずいた。薬の総本山、君は胸の奥で何かがざわめいたのを気のせいだと振り払い、船に乗り込んだ。リディは初めてだった船旅に興奮収まらない様子で、楽しかったねとクロエに同意を求める。特製栄養剤の効果が切れたクロエは、ええとクールに答えるが、船酔いのせいで顔が真っ青だ。リディは続けて、楽しかったよねと君にも尋ねるが、船旅の途中、筋骨隆々なクロエをからかい、ツッコミを受けた君はボロ雑巾のようになり果てていた。まずは島を探索してドラゴンの居場所を探る必要があるだろう。とはいえ、当てもなく歩くのは危険だ。船着き場から西の方に道が伸びている。そちらに進めば民家や集落があるかもしれない。
大きな岩が君たちの行く手を阻んでいる。これ以上先には進めなさそうだ。まだここに来るのは早いです。仲間たちの先頭を歩いていた君は、この島の景色にどこか懐かしさを覚えていた。その直後、頭が割れるような激しい痛みが君を襲う。君は頭を抱えながら、思わず地面に膝をついた。何かを思い出しそうになった君だったが、頭痛でそれどころではない。頭を抱えて油汗を垂らしている君を見て、ブルーノはこれでも飲めと頭痛薬を差し出した。薬のおかげで少し頭痛が治まった君は再び先を急ぐことにした。Thank you.
その山を自力で登るのは無理です。やりますね。強風が渦を作り、竜巻に変化し始めている。君たちはうまく風の向きを読み、竜巻を回避した。
あと少しで村にたどり着くというとき、ここは、と霧が声を漏らす。メルブールの声にも元気がない。君と同じく、何かが気がかりなようだ。様子がおかしい二人に、クロエが、大丈夫？と声をかけようとすると、近寄る魔物に、気づくのが遅れてしまった。迎え撃つしかない。
勝ちましょう。ラッキーですね。その断崖は
Ha ha ha!